ルといえば英語でしょう。今日は新別ウィンタールックブックです。冬って本当にイベントごとが多くって楽しみなこともたくさんありますよね。お出かけする場所や一緒に行く人などによってコーデは変わると思うんですけど、新別でコーデを紹介していくので何着ようかなって迷った時にぜひコーデの参考にしてみてください。私はクリスマスディズニーコーデとランチコーデ、初売りコーデをご紹介します。と私が忘年会コーデと初詣コーデとクラブコーデを紹介します。私がイルミネーションコーデとクリスマス女子会コーデと実家に帰省コーデをご紹介します。それでは早速ご紹介していきます。レディーエゴー。ランジです。私は親友と行くクリスマスディズニーコーデを組みました。友達にはシミラールックでブラックコーデをしてもらう予定です。ディズニー行く時はもう映えを狙ったコーデをしたいので、イルミネーションバッグで写真を撮りたいので、お互い落ち着いた色味のワントーンコーデで統一しました。中のデザイントップスはアウターを脱いで1枚で写真撮っても映えますし、ワンピース風に着るのが可愛いですよね。ちなみにバッグはポップコーンとチュロスを両手に持つ予定なので、ショルダーバッグにしてます。お姉ちゃん家族と行くテラスランチコーデをご紹介します。家族なので全体的に気合を入れすぎてないコーデにしました。ご飯食べた後に甥っ子たちと遊ぶ予定なので、動きやすいベロアワンピにしたのがポイントです。一応テラス席の予定なので防寒対策ができるロングコートを合わせました。はい、初売り参戦コーデをご紹介します。私の中で初売りは争奪戦のイメージなので、とにかく動きやすさとフィッティングですごい並ぶと思うので、着脱が楽なフーディーとショートパンツを合わせました。コートは暑くて脱いだとしても持ち運びが楽なミドルコートにしました。帰りにはショッパーを両手に持つ予定なので、バッグをショルダーバッグにしたのがポイントです。初売りマニキュアで待ってます。ミクです。私は地元のメンバーと忘年会コーデです。地元の忘年会って言ったら結構ラフな格好で行きがちだと思うんですけど、久しぶりの友達もいるということで、もしかしたら運命の出会いがあるかもしれないじゃないですか。なのでバチバチに決めたコーデを組んできました。アウターもムートンジャケットで、パッと見本当に可愛らしいイメージなんですけど、室内に入った時にアウターは絶対脱ぐので、アウター脱いだ時にもフレアスリーブでちょっと女性らしいトップスを選びました。私は忘年会の時は飲む担当なので、酔っ払ってもバッグはなくさないようにショルダーバッグを選びました。ヒールなしの厚底ブーツにしました。はい、家族と行く初詣コーデをご紹介します。このコーデは1月1日に日付が変わってから初詣に行く体でコーデを組んでます。初詣はとにかく本当寒いので防寒を意識しました。エゴイストのアウターの中でも特にあったかい中綿ジャケットを選びました。前を閉めていてもシルエットが可愛いのがポイントです。インナーなんですけど、
ラフな感じで合わせてます。女友達と行くクラブコーデを紹介します。クラブコーデといったら映えと肌見せを意識したコーデがマストです。クラブまで行く道のりは寒いのでアウターは防寒できるロングコートを選びました。インナーはシャギーのアンサンブルにしました。踊るので動きやすいスキニーで合わせてボディーラインも見せることによって目立てます。暑くなったらカーディ脱げばベアにもなれます。以上ミクでした。はい、リナです。気になってる男性とイルミネーションに行くコーディネートを組みました。可愛らしい女の子っていうよりかは綺麗めな女性をイメージしてコーデを組みたかったのでアイラインのチェスターコートを使ってコーデを組みました。可愛く見えがちなチェック柄のプリーツスカートもシンプルに合わせて大人っぽくしました。出すところはしっかり出して計算し尽くしたコーディネートです。地元の友達のお家でクリスマス女子会をする時のコーディネートを紹介します。ドレスコードはレッドっていう手です。万人受けのアウターにボルドーカラーのワンピースで合わせました。シャンパングラスでおしゃれに乾杯したいのでフィンガーホールのデザインで指先までおしゃれに見せることができます。細かいところまでこだわったコーディネートです。はい、実家に帰省するコーディネートを紹介します。とにかく帰省するとき荷物が多くて楽な格好で帰りたいのでパーカーに軽くてあったかい中綿ジャケットを選びました。移動時間が長い程なのでスキニーパンツだと圧迫されちゃったりして足がむくんだりしちゃうのでストレスフリーなレギンスを選んだのがポイントです。皆さんいかがでしたか？私たちもコーデを組むのがすごい楽しかったです。今日紹介した商品はエゴイストで全てゲットできます。ウェブストアで販売中、これから販売する商品なのでぜひチェックしてみてください。お店に来られた際もコーデに迷った時は私たちに相談してくれれば全力で一緒に考えるのでぜひお店にも遊びに来てください。渋谷109でお待ちしております。ウェブギャルチャンネルは現在チャンネル登録者数2万人を目指して頑張っています。ぜひ周りの方におすすめお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。せーの、エゴイスト、バイバーイ。